一問に反省会します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあなんといっても今日は新しい一問にファミリーが加わってくれました。多田萌香さんです。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介お願いします。はい、北海道の網走市出身、そして斜里町で育ちました現役大学3年生の多田萌香です。現在は北海道を拠点にタレントとして活動させていただいております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。フレッシュな新しいメンバーが加わりましたね。ありがとうございます。初めての一森のスタジオはいかがでしたか？はい、もう終始ガクガクだったんですけど、本番前にも出演者さんの皆さんが声かけてくださったり緊張をほぐしてくださったので最後まで楽しかったです。隣にね、こう元気なノール2人いましたけど、はい、どうでした？もうすごく私も元気をもらいました。本当ですか？よかったね。なんかもう右側ずっと輝いてたから眩しくて見えなかったんだけど、多田さんだった今気づいた。気づかない。これまでなんですけど、はい、実はアイドルをされてたと。はい、そうなんです。高校生から3年半ほど札幌のアイドルグループのリーダーとして活動していました。しかも今は、まあ、他局ではありますけど、はい、オフィス級の、鈴井さんと一緒に番組をされてると、はい、会長とですよ。そうですね、ノールが頑張っていたとお伝えください。もちろんです。特にアンボが頑張っていたと。わかりました。多田さん使って評価上げようとしないでください。ですのでね、いろいろと何かこうご縁もこれからもこれまでも広がりそうな感じなんですが、今日はいろいろとその多田さんについて聞いていきたいな。はい、はい、好きな食べ物は何ですか？はい、私はとにかく激辛料理が大好きです。合わないですね、僕と。本当に苦手です。合わない。僕とも合わないかもしれない。本当に。本当に何にでも唐辛子、デスソースをかけて食べます。意外ですね。すごいな。味覚が強いっていうことですか？そうかもしれないですね。聞くところによるとご自身でも育ててらっしゃる。あ、そうなんです。今年から島唐辛子とハバネロを育て始めました。ハバネロ収穫して食べようと思って。あら、あ、いいですね。はい、なんかお尻痛くなんないですか？心配しなくていいわ。いいぞ大石くん。僕もね、激辛大好きなんですけど、2日間ぐらい暑い思い。でももう2日間そう。暑い思いするね。免疫がついたのかもう大丈夫。ああ、慣れました。若いね。こういう質問にもさらりと答えてくれるのね。ごめんなさい。すみません。鈴井さんには絶対言わないでください。そんなこと。すみません。あとは大成くんが共演の経験があるんですよね。熱愛ドラマ。熱愛ドラマ。なんかあのなんだっけ。さっき二人の間柄は？なんか最初ドラマで一個胸劇場ご結婚ドラマという。結婚ドラマで。指輪をはめさせていただいたっていうドラマで、すごい。すごいなんか下地見やすいですね。下地見が下地見やすい。会った時におーみたいな感じありました。再会しました、はい、ドラマの中では大成くんがプロポーズする役柄。そうなんですよ、はい、なんか僕がプロポーズを人生初めてしました。はい、はい、ドラマの中でね。あ、はい、僕の中ではドラマでした。あれ、それはドラマ。みんなの中でドラマです。あ、そうだ、みんな見てください。一森劇場で、はい、お願いします、はい、ご覧いただけますので。その時の大成くん印象とかどうでした？あ、もう本当にご立派な人だなと思って。なんかこんなになんかちゃんとね、前歩ける人はなかなかないし、なんか前歩ける、なんかくすんでない心が気温出る、すごく気温出る、なんか長生きするんじゃないめっちゃ積んでる。長生きできるように頑張ります。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。気使わせてんじゃない？俺後輩苦手なんだよね。後輩。なんか言い方悪いぞ。ごめんごめん。言い方悪いぞ。言わないとドキドキしちゃうね。怖い、なんか怖いんだよね。そういう苦手じゃないですか。そうそうそう。でも多田さんが普段一緒に仕事してるのは、まあ3人のことが後輩にあたる鈴井孝之さんで、なんかせっかくなんで3人に鈴井さん実はこんな一面あるよとかなんか教えてあげる。ぜひぜひ。でも鈴井さんと共通の趣味がありまして、サッカーと犬、
好きで、その共通点があるので本番前には絶対そのお話をしてくれて、うちにも実はサッカーと犬好きな人いるんですよ。あ、そうなんですか、ね、おだから僕も次出させてくださいそっちに行ってた。いやいや、そういうことで、いやいや、そういう、いやいや、そういうことで、ゲストゲストゲスト。いやもう正直その話聞いた時に、あ、そっか、だったら土曜日ちょうどペットコーナーあるし、うちの子にアンバーワンに鈴井さんのねペットの動画とか送ってもらえたらなってこうちょっと思ったんですけど、そうですね、ちょっと聞いてみます。お願いします。なんか声が弱くないお待ちしてます。はい、したいこと、特技は辛いものを食べるとことと、うん、あとホルンをずっとやってました。ホルモン、ホルモンじゃない、ホルン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 、ホルモンじゃないやん。違う、掘らない、掘らない、掘らない。そうです、そうです。吹奏楽をずっとやってたので楽器を吹くのは得意です。あ、すごい。音楽でいうとなんか持ち歌が結構な数あると。あ、そうですね、そのアイドルグループでは約20曲ぐらい、させてもらいました。歌って踊って、はい、ちょっと踊れます。踊りもできるんです。歌って踊れるそうですよ。そうですよね。じゃあやりますか。あ、はい、じゃあ、はい、やらないですやらないです。後ほどね。即興ダンスとかできる、うん、なんかその4人で即興でダンスしますか。なんか合わせられるの、そんな1分30秒ぐらい。あ、でも結構ふなきじゃなかった、竹原はあのダンス得意ですね。まあそうだね、ダンスといえば竹原だね。あ、じゃあ一応一問に土曜日もっと長く出てるから、うん、多田さんが何かやって、それにこう光くんが後ろからこう合わせていくみたいな。あ、見たい。あ、いいですね、セッションでやりな。なんか2人でなんか会議、まあ、相談してもらってもいいし、ちょっとやりやすいように。あ、さつまいもダンス教えて。さつまいもダンスでちょっとつないで、さつまいもダンスでちょっとつないでや。どうやってやんの、さっきの。さっきの。これ何で。みんなさつまいも持ってる。え、それだけなの、それだけの動きで、あのちょっと。なんか肘前に出したりしてる。すごいなんか本番にしかできないんだろうな。ね、今日ちょっとハイだったよね。いや、ハイてないっすよ。ハイてない。ハイ、ハイ、テンション。あ、めっちゃなんか、めっちゃあと1分で久しぶりななんか一問さんだったんで、ちょっとね、緊張しちゃったよ。はい、緊張した。緊張しちゃったよ。どう切ったらそのハゲ隠しになったの。やめなさい。ハゲって言うなよ。ハゲって言うなよ。めっちゃぶっ込むじゃん。なんかハゲ20秒です。そう、えぐいぐらいなんか段つけた。あ、段つけたらハゲ増えるのか。そう、10回ぐらいあるかも。どこがハゲてんの。え、全部でしょ、見えないの。これで全部でしょ。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、お二人の準備が整ったということですごい、はい、じゃあすげえ即興ダンス、はい、お願いします。じゃあ手拍子した方がいい。はい、ペースは。これ見たことある、見たことある。最後伸びしろしたね。これなんかこの振り見たことある。これ、これなんだっけ。できてないね。こんなのあったっけ。我々のレベルアップっていう曲。おあ、新曲のフルやっていただきました。ありがとうございます。そうか、じゃあまた今後ね、いろんなコラボもありそうですね。やった、はい、いや、ごめんなさいね。ありがとうございます。ありがとうございました。すぐやってくれて。さあ、一森土曜日にフレッシュなパワーが加わりました。一森土曜日を、そして多田萌香さんをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。